週刊ニューストピックス、今日勝也さんがピックアップしたのは、北野武さんがテレビ番組の収録で発言した拉致映画構想が放送されないことになったというニュースです。勝也さんはその収録現場にいたんですよね。そうなんですよ、はい、いたんですよ。で、まあ、週刊文春が、その、まあ、本当に、多分、ビデオを入手してなくてもんだけど、その詳細にその時に発言を書いてますけども、はい、まあ、だけど、その、まあ、じゃあ、せっかくだから、そこの描写から行くか、はい、リアルにいたから。はい。今度の月曜、明日か。明日オンエアの、はい、だから明日休みだから、2時間スペシャルなんですよ。はいはい、で、国会議員が、与野党4人、4人ぐらいずつと、あと、僕と、たけしさんと、それから、阿川さん、大竹さん、それから東国原知事が来てて、はいはい、で、まあ、見てもらうと分かるけど、東国原知事を竹下さんが訪ねていくというすげえお笑いがあってもうどっちが立場上か分からないという非常に混乱したのをぜひ見てあげてほしいんですけど、はい、それがあって、東国原知事がね、胸にあのブルーリボンのバッジをつけてくれたな、はい、それであの国会議員をつけてるけども、首長でつけてくれてる人って非常に珍しいんですよ。首長ってやっぱり自分の支持基盤の中には、例えば朝鮮総連があったり、はい、在日の人たちもいたりという非常に複雑なあれがあるんでね、なかなかつけないわけですよ、はい、でつけてくれてて、でもちょうど番組の終わりでもあの AD がカンペ出してまとめに入ってくださいとか出してるわけ、はいはい、で、たけしさんがちょうどまとめに入っていたんだけど、はい、僕はどうしてもその拉致問題のことをやっぱり国民の人に知ってほしいから、そのことに触れたくて、で、まとめに入ってるたけしさんに割って入ったわけ。はい。あとからいろんな芸人さんによく殿がまとめに入ってるところに横から入ってそれをぶち壊しましたねって言われたけど、まあぶち壊したのだよ。で、あの、東さんありがとうございますと、ね、そこにつけていただいててって言ったら、たけしさんも、おいらさ、拉致問題の映画撮りたいんだよとか言って、で、宮崎で撮ろうかなとかって、初めて、で今大きなプロジェクトやってるけれども来年空いてんだよなとか言って、それでさ、ハリウッドなんかにも声かけてさとか、マイケル・ブーアーとか他の監督も5人ぐらい使ってさ、で作って世界中に配給すればさ世界中が拉致問題知るだろうとかって言って、もう他の国会議員たちもみんなスタジオ凍りついて、目が手になって、その瞬間みんなこういう方法があったかと、腰抜けの外務省は政府に任せとかないでこれがあったかって言って、思わずみんな拍手が沸き起こりましたよ、はい。それでもう僕は何でもやらせてくださいって、民主党の渡辺秀さんなんかも、拉致議連だから、もう拉致議連としても全面的にバックアップしますと言って、で、たけしさんが戻りながらスタッフに、勝谷さんも本気だなって言ったの。勝谷さんも本気だなってことは、たけしさんも本気だったと思うの、その時点では。はいはい、ところが、楽屋から出て、もう5分ぐらいで終わって、僕は帰り自宅を始めたら、なんか微妙に空気がおかしくて、なんか寄ってきたテレ朝のスタッフとかが、ちょっとまだあれはさっきの話は切るかどうか分かりませんとか、はい、それから滝さん事務所の人、あれはまだ予定未定ですからとか、いろいろ実は予定が入ってるんですよねみたいなこと言って、最後車が乗るときに車寄せのとこで滝さんの事務所の人から、ちょっとあのさっきのことはオフレコで公開しないでくださいと言われて、うん、まあでも滝さんの番組で、滝さんの冠のついた番組、滝さんの事務所の人がそう言われると、まあじゃあしょうがないなと。少なくともオンエア前に喋るのはルール違反だから、まあ黙ってよと。だからオンエアされなかったら、なんでされなかったかというと、まあでもそしたら喋ろうかなぐらいに思ってたら、はい、今回週刊文春がまあこうやって書いてくれたんで、はい、もうまあ一応僕としては世間知ってることだから、こうやって喋ってるわけですけども、はい、その間だからテレ朝の判断なのか事務所の判断なのか、全くそれはよくわからないですよ。だけど僕はね、これはね、逆にこうやってオープンになった以上、国民運動的に竹下さんお願いします、作ってくださいと、やって盛り上げたいと本当は思うんですよね。はい、竹下さんこうも言ったよ、僕と雑談しながら、あの楽屋向かいながら、そうだよな、じゃあ台本はもう今から書いてても別にいいんだよなと。撮るのは来年でもと、すっげえ前、具体的な話だったですよ。はいはい、これだけどね、もうほとんど日本のその芸能界やもう政治も全部僕らみたいなコメンテーターみたいなみんな協力してさ、で作ればね、はい、で、例えばあの横田早紀江さんは吉永小百合さんがやってくださるとかさ、はい、これみんなお願いしたらね、下手したらノーギャラでやらせてくださいって言いますよ。はい、で、今すごいあのアイドルのね、あの女子予算のアイドルがめぐみちゃんをやってもらうとか、はい、もちろんめぐみって素晴らしいカナダ人の監督が作ってくれたドキュメンタリーもあるけど、はい、そうじゃなくって、映画でね、アクションシーンもあるのね、はい、これをやるとね、僕は世界的に最大のロビーイングですよ、うん、アメリカが泣いたらね、アメリカの議会が動きますよ、うん、ね、それで、ね、本当は外務省やらなきゃいけないことなんだよ。でもあいつらが腰抜けて何もできないから、それだったらね、本当にこれ民間からね、世界を動かすね、素晴らしい考えだと思うんだよな。だからまあちょっとそういうあの今のところ残念な結果になってるけれども、それはまあ諦めないでね、ぜひたけしさんも本当にそう考えなんだったら、もう僕はもう何もかも協力しますから、ぜひやっていただきたいと思いますね。